ケートパークの大会です。お互いの大会ですね。あ、カットカット。本田選手が入りました。ノーリーのノーズグラインド。本田選手、おっとこれはまくられた。さあ、そしてノーリーリップ。細田選手、おっとおっと、おお、上に寄って、なんと R から外れましたが乗っていましたね。彼のもうスケートのスキルはかなりやばいですよ。おっとバックサイドフィフティからオリジナに足を外してきた。まあ、なかなかできるもんじゃないですね。おっと、そして緑のさっき松尾弘幸選手、彼もかなりやばく乗ってたですね。ここで1分経過。さあ1分経過したところで、おっと、松尾選手、バンクから中央セクショントランスファーの斜めバンクへのバックサイドの 50-50 を軽くメイクです。おー、そしてクォーターでのフロントブランドも軽くやってきた。やばいぞ。おっと、平田選手のバックトップヒール、これはメイクしてもらいたいな。さあ、そしてサイド黄色のタスキ、本田選手がバックサイドグラブ。ここで2分経過。やばい。さあ、関東勢のライダーもかなり、おっとやばい滑りだ。黄色の本田和人、負けじとノーリーハード、そしておっと平田選手のジャックポップヒール、これ惜しい。さあ、青の細田大輝選手、ジャックポップ。さあ、緑の松尾選手、おっと今度はやべえ、ノーズグラインド、これはやばいですね。30秒、残りが30秒。さあ、なかなか視点の違う。そして赤のタスキ、豊田選手も、おっと、これはメイクしたい。10秒前、9、8、7、6、5、4、3、2、1、さあ、ラストになります。終